パクス・ブリタニカとは、イギリス帝国が世界的な派遣国家となり、世界の警察官の役割を果たした機関における列強間の相対的な平和の時代を指す用語。パクスは、ローマ神話の平和と秩序の女神に由来する。1886年のイギリス帝国。その半島を示す桃色は、帝国の伝統色でもあった。 1815年から1914年の間、イギリスの帝国の世紀と呼ばれる時期に約2600万平方キロの領土とおよそ4億人もの人々がイギリス帝国に加えられた。フランス第一帝政に対する勝利はイギリスをおそらく中央アジアにおけるロシア帝国とのグレートゲームを除いて深刻な海外の対抗勢力がない状態にした。ロシアが マルカン半島にその影響力を広げようとした際には、クリミア戦争で英英物がこれを破り、オスマン帝国を保護した。イギリス海軍は主要な海上通商路のほとんどを支配し、格好たるシーパワーを有していた。イギリス帝国は、自国の植民地を公式に支配していただけでなく、世界の貿易においても優勢な立場にあったため、 アジアやラテンアメリカといった多くの地域へのアクセスを事実上支配していた。イギリスはまた他の植民地帝国を非常に動揺させたが、アメリカ合衆国が南北アメリカにおける経済的支配を進展させる問題主義の維持を支援した。イギリスの商人や海運業者、銀行からはその植民地に加えて非公式帝国も要していたという他の諸帝国の同業者よりも、 圧倒的な優位にあった。パックスはラテン語で平和を意味し、いいかは英語の IC にあたる設備字である。したがってパックス・ブリタニカの意味はイギリスの平和となる。オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーでは1899年の警官詩人によるパックス・ブリタニカという詩が最初の使用例とされている。歴史家のホブズ・ボームは フランス革命から第一次世界大戦勃発までの、いわゆる、長い19世紀を3期に分け、1789年から1848年までを、革命の時代、1848年から1878年までを、資本の時代、1878年から1914年までを、帝国の時代と呼んだ。イギリス帝国の前世紀パクスブリタニカは、 この区分のうち、資本の時代及び帝国の時代とほぼ重なる。パクス・ブリタニカには厳密な定義があるわけではなく、時期についてはいくつかのバリエーションが存在する。一般的にはイギリスが世界の工場となった1850年頃に始まるとされ、終わりについてはその地位を失った1870年頃と第一次。 世界大戦の始まる1914年の二つのパターンがある。またあまり一般的でないが、ナポレオン戦争終了時から第一次世界大戦勃発までという抗議的な見方もある。確かに、平和という点からすると、ナポレオン戦争終結の1815年から第一次世界大戦が始まる1914年という約100年は、比較的平和な時期である。しかし、 1815年の時点では世界に先駆けて工業化を開始したとはいえ、イギリスもまだ産業革命の途中であり、まだ優位はそれほど顕在化していない。イギリスに最盛期が訪れるのは革命と改革の嵐が過ぎ去った資本の時代になってからである。一口に最盛期と言っても1860年代から70年代を挟み、イギリス帝国はその要望を大きく変えている。 1860年以前は自由貿易前世の時期であったが、1860年代にはヨーロッパ大陸でも工業化が進み、世界の工場としての優位性は次第に失われていった。この時期をパックス・ブリタニカの絶頂とする見解はこの世界の工場としての地位を基準としている。とは言うものの、ヨーロッパ市場はドイツ帝国などの保護貿易を取った、 後発国に接見されたが、アジア、アフリカなどの市場は依然としてイギリスが支配的であったし、そもそも後発国の工業化はイギリスの金融市場と資金によって成し遂げられたものである。イギリスが世界の工場であったのはほんの20年ほどであり、むしろ世界の銀行としての役割の方がイギリスにとっては重要であり、19世紀後半のイギリス帝国を 牽引するのは製造業ではなく、金融業であったと今日では考えられている。従って、世界の工場としての地位が失われた1870年代以降についてもパックス・ブリタニカと呼ぶのも不自然ではない。むしろこの言葉が19世紀末に使われ始めたことを考えると、その頃に顕在化する帝国という目に見える。 繁栄の証こそがパックス・ブリタニカの本来のイメージに合致するとも言える。アメリカ合衆国の独立の際に、英領アメリカの主要地域であった13植民地を創出した後、イギリスはアジア、太平洋、そして後にはアフリカへと目を向け探査した、結果、第二イギリス帝国の交流をもたらした。産業革命は1700年代後半にイギリスで始まり、 アダム・スミスの国と未論のように自由市場についての新たな思想が生まれた。自由貿易はイギリスが1840年まで実践した中心原則となり、その経済成長と金融支配において重要な役割を果たした。1910年時点のイギリス帝国領1815年のナポレオン戦争終結から1914年の第一次世界大戦勃発まで、 イギリスは世界的な派遣国の役割を果たした。主要な海上貿易路に対するイギリスによる平和の負荷は1815年のイギリス領政論の併合に始まった。ペルシア湾総特定の管理下にて現地のアラブ人指導者らはその地域に対するイギリスの保護を正式なものとする複数の条約に同意した。イギリスは彼らに1820年の 総合海洋条約として知られる海賊対策条約を課した。1853年の高級海洋急戦協定に調印したことでイギリスが外部の脅威から保護する代わりにアラブ人支配者らは海上戦争の遂行権を放棄した。イギリスの軍事及び通商の世界的な優位は分断され比較的脆弱であった大陸ヨーロッパと全世界の海洋における イギリス海軍の存在によって支えられていた。公式帝国以外でも、イギリスは中国、タイ、アルゼンチンなど多くの国との貿易を管理していた。ウィーン会議の後も、イギリス帝国の経済力は、海軍の優勢と、大陸ヨーロッパにおける勢力均衡を維持するための外交努力を通じて発展し続けた。この時代、イギリス海軍は、海賊の鎮圧や、 奴隷貿易の禁止など他国に利益をもたらすサービスを世界中で提供した。1807年奴隷貿易法はイギリス帝国内における取引を禁止していたが、その後イギリス海軍が西アフリカ艦隊を創設し、政府は禁止令を執行できるようにするための国際条約の交渉をした。しかし、そのシーパワーが陸上に進出することはなかった。 大国間の陸上戦争には、クリミア戦争、第二次イタリア独立戦争、広島戦争、不仏戦争などのほか、多数の小国間の紛争があった一方、イギリス海軍は、清王朝に対して、アヘン戦争とアロー戦争を仕掛けた。最も決定的な出来事は、1914年まで、オスマン帝国が名目上の領有権を有していたにもかかわらず、 イギリスによる70年間ものエジプト占領をもたらしたイギリスエジプト戦争から生じた。歴史家の A.J.P. テイラーは主要な出来事であった。実際、セダンの戦いと日露戦争におけるロシアの敗北との間の国際関係において唯一の決定的に重要な事件であったと述べている。彼はまた、その長期的な影響を次のように強調している。 イギリスは1840年以降に自由、貿易政策を採用し、世界各国との間で、財や資本の大規模な取引をしてきた。19世紀後半に発明された新技術である蒸気船や電報により、帝国の支配と防衛が可能になり、イギリス帝国の勢力拡大をより一層支えた。1902年までに、イギリス帝国は、 オールレッドラインと呼ばれた電報ケーブルのネットワークにより結ばれていた。パクス・ブリタニカはウィーン会議によって確立された大陸秩序の崩壊により弱体化した。ヨーロッパ列強間の関係はクリミア戦争に至るオスマン帝国の衰退、不服戦争後におけるイタリア王国やドイツ帝国の形成といった新たな国民国家の出現などの結果により限界点を超えていた。 どちらの戦争もヨーロッパ最大の国家と軍隊が関与していた。ドイツ帝国、大日本帝国、アメリカの工業化は19世紀後半におけるイギリスの産業派遣の相対的な衰退に寄与し、1914年の第一次世界大戦の開始はパックス・ブリタニカの終焉を告げた。しかし、イギリス帝国は、 第二次世界大戦後に脱植民地化が始まる1945年まで最大の植民地帝国であり、1956年の第二次中東戦争にてアメリカとソビエト連邦の圧力により英仏領軍がエジプトから撤退するまでは有数の大国の一つであった。パクス・ブリタニカはナポレオン戦争中に確立されたイギリス海軍の絶対的優位性を背景としていた。 平時は海賊や奴隷貿易の取り締まりなどが主であるため常時代艦隊を揃えるというようなことはなかったが必要とあれば他の列強以上の速さで戦列艦を建造する能力をイギリスは備えていた特に19世紀末のイギリス海軍整備の基本方針は二国標準として知られる1889年のネーバルディフェンスアクトで明記されたこの原則は 端的に言えば、第2位、第3位の国の海軍力を合わせたよりもさらに大きな海軍力を整備するという方針である。当初、具体的な仮想敵国は伝統的な競争相手であるフランスとロシアを想定していた。1900年頃からフランスとロシアに代わって、新たにドイツ帝国とアメリカ合衆国が政治的、経済的、軍事的な競争相手して現れると、 県間競争は、激しさを増し二国標準は立ち行かなくなったが、公式には1909年まで掲げられた。19世紀のイギリス外交は、アメリカ独立戦争、フランス革命戦争、そしてナポレオン戦争の教訓から、カイロの支配、戦略地域の安全確保、大英同盟の阻止という三つの原則に則っ,って進められた。最も重要なのは、 エンパイアイコールルートと呼ばれる帝国通商路、つまりエジプトを経由してイギリスとインドを結ぶ航路の確保である。ナイルの海戦とトラファルガーの海戦によって海上でのイギリスの優位は確立されていたが、これをさらに維持、強化する必要があった。交易上の問題だけでなく、兵力の迅速な輸送にも関わったためである。マルタ島、希望本、セイロン島など、 イギリスにとっての戦略重要地点が戦争中に占領されウィーン会議でその領有が認められた。これら交易路上の用地には海軍基地が建設された。エジプトにスエズ運河ができるとこれも直ちに影響下に置いた。ボスポラスダーダネルス海峡やイギリス海峡対岸のネーデルラントといった地政学上重要な地域はその安全と中立が課題となった。 イギリスと海を挟んだ反対側、現在のベルギーにあたる地域は喉元に突きつけられた探検ともいえ、歴代のイギリス政府はこの地域の中立化に心血を注いできた。カトリック国のスペインからプロテスタントのオランダが独立する際はそれを支持し、オランダから南部カトリック州が分離するならば、フランスの影響下に入ることのないように注意を払った。いかに、 イギリスといえどもアメリカ独立戦争やナポレオン戦争の時のようにヨーロッパの複数の国に連携して対抗されてはいかにも分が悪い。ゆえにイギリスに対して同盟が結ばれたり単独でイギリスを脅かすような大国がヨーロッパに現れることは何としても防がなければならなかった。伝統的な敵国であったフランスとロシアが常に警戒の対象であったため、 両国を牽制する新勢力として統一されたドイツ帝国が現れフランス第二帝政を打倒した時は当初は歓迎すらされた。しかしドイツ帝国や同じく南北戦争を乗り越えて再統一を果たしたアメリカ合衆国のような新興国が台頭するとイギリスをはじめ旧来の大国は相対的に地位を低下させる。さらに親衛的で 対外政策には慎重であったオット・フォンビス・マルクを更迭したビルヘルム2世が申請を開始すると新航路政策とも呼ばれる彼の対外積極政策がイギリス帝国の利害と対立するようになった。そして南部アフリカでは防和戦争で予想外の苦戦を強いられイギリスは国力や威信を大きく損ねた。そこでロシアを抑え込む目的で 当時は近代化の途上にあった東洋の小国である日本と日英同盟を結び栄光ある孤立政策をも放棄した。その2年後には英仏協商で長年の宿敵であったフランスと事実上の同盟関係を結びドイツ帝国の傍聴政策に対抗しようとした。さらに日露戦争での日本の勝利と日露の和解を経て英露協商を締結し主にドイツを 仮想的とする勢力均衡の構造を形成することになる。ありがとうございます。